ムシムシ。こんばんは。トゥシーさんでしょ。こんばんは。数字の皆さんいらっしゃい。じゃあ遊んでいきます。あれなんか、あれ、あ、そっか、この下か、下まで、あ、ここまで来て、で、降りて行こうかっていうところで一旦終わったんだ。警告、ハンドロコアの温度摂氏585度。585度、死ぬじゃん。警告、ハンドロコアの温度危険レベルの上昇。カードを回収しよう。ズワリに先を越されたら何をされるかわからん。はい、そうなの。びっくりした。いきなり顔がやってくるからびっくりするんだよ。白兄さんいらっしゃい。番号の皆さんいらっしゃい。そのリスナーさんの顔が降ってくるんだよこれ。なかなかビビるよ。手榴弾を投げてみる。初めての手榴弾。ぴょーん。死ななかった。死ななかった。いや、威力が低いんじゃなくて敵より向こう側に飛んでっちゃったの。どうもいらっしゃい。私のどこが好きなのから10お願いします。めんどくさいから10だけでいいですか。そうなの？めっちゃいい匂いじゃん。餃子の匂いなんて最高。
高じゃないですか。飛び跳ねていい。おお、血が飛び散った。やっと死んだ。デュークさんいらっしゃい。なんか声が聞こえる。警告、半導炉コアの温度、摂氏900度。900度。セーブしていい？ルナちゃんとベロチューしたいさんいらっしゃい。数字の皆さんいらっしゃい。いつものチューン待ってる？お風呂と同じ温度なの？摂氏って。ラプソディーさんいらっしゃい。ラプソディーって日本語を訳したら協奏曲みたいな感じだっけ。あ、嫌な声したんかな。やっぱりできる。近い時はショットガンだ。交換の前になんかアイテムありそう。交換するかじゃん。おい、カードあったか？イベント。いいえ。よし、通信施設に向かおう。あそこなら通信を止められる。仰せの通り。あ、進んじゃった、イベント。イベント進んじゃったね。冷却ロッドに作動中。作動中になった。キャラデザインに作動中になったね。これで OK で。おお、
びっくり。はいはいはい、絶対出ると思っていました。わわわ、2匹いるのか。元々のものはもっと古いんでしょ。1は1のリメイクが3なんでしょ。ステロイド入ってるんだよね。嫌なんだけど。古いトシよりメイク。いや、トシさんも大概新しいから。何言ってるの、ぶっ飛ばせよ。スペシャルさんいらっしゃい。や、熟女じゃないから。子供用のやつ。てか、私持ってるもん、結構高いやつ。あの、ぬりぬりするやつ。あの、ハンドクリームっていうか、どこにでも使えるやつ。できそうだな。あれもな。怖い怖い。出てこなかった。ここも出てこない。出てこないね。扉開放。あ、ここが開かなかったんだよね、最初。そうだそうだ。ここから初めて、わわわわわわわ。
るね、気がついたから。なんかガシャンって音がした。大丈夫と思いらっしゃい。わあ、なんかと思って言うと思った。これワープしてくるやつ。こいつワープするのかな。嫌だ、ワープするんだってこの敵。一回もワープしてって何もないの。お前行くか、前に進むか。めんどくさいし、あ、そうそう、延長できてなかったら言ってほしい。なんか延長バグがね、ちょこちょこあるみたいでね、困っているんだよ。あー、なんでそこからいきなり。いきなり出てくるとかずるくない？油断させといて、いきなり出てくる。妖精さんです。どうもいらっしゃい。いや、えって何。いきなり壁が開くんだもん。ずるいよねこれ。はい、くる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 。わわわ、絶対いるから。これほらね、ほらほら、おデブちゃん来た。おお、コッシーのアセモが治るまで幹部舐め回したいさんだし、何もないか。何もなさそうだね。うわ、何これ、すごい、すごいね、これ通れないよね。これ触ったら死ぬ系でしょ。触ったら死ぬ系だよね。アークエリアスなの。触れないし、これ。
橋狩りくん抜こうよ。うわ、いそう。いや、いかにも怪しいよね。いかにも怪しくない？音楽まで変わったし、 K-POP さんいらっしゃる。ほらね、絶対いると思った、絶対いると思った。やめてー、またあそこ、やめてが、うわー、なんで急に後ろから現れるの。ケトコさんいらっしゃる。後ろから現れるとかなしだってマジで。番号、これも123かな。違うな。972かな。9、いや違うな。うん、新しい10増えたやん。じゃあ901ない0 3 1。違うね、プラズマ保管庫651。違う、全部違う。じゃあ分かんない、どっかにヒントあるんだろうな。これ降りたら敵がやってくる仕組みだよ多分。延長よかった。あった。あったあった。スティーブハンマー。スティーブハンマー修理技師。スウェンソン一等兵が正気を失い、あの飲み物自販機を撃って破壊し、プラズマガンを自分に向けてしまって以来、みんな少し神経質になっている。我々整備の人間は彼がおかしくなりつつあったのを知っていた。
自販機がクレジットを拒否した時に彼は急に悪態をつき始めた。自販機が破壊されたのには笑いすら出たが、反応できないうちにオフィスビル分の電力が出せるくらいのプラズマを自分の体に叩き込んでしまっていた。後始末では頭なんて蒸発してしまっていて。頭が蒸発してしまっていて止まったけど。スティーブ・ハンマー修理技師、スウェンソン一等兵が正気を失い、あの飲み物自販機を撃って破壊し、プラズマガンを自分に向けてしまって以来、みんな少し神経質になっている。我々整備の人間は彼がおかしくなりつつあったのを知っていた。自販機がクレジットを拒否した時に彼は急に悪態をつき始めた。自販機が破壊されたのには笑いすら出たが、反応できないうちにオフィスビル分の電力が出せるくらいのプラズマを自分の体に叩き込んでしまっていた。後始末では頭なんて蒸発してしまっていて。蒸発してしまっていてで止まってる。続きがないんだけど。後で行くとして、言われた。プラズマ弾薬コード。スティーブ・ハンマー修理技師、スウェンソン一等兵が正気を失い、あの飲み物自販機を撃って破壊し、プラズマガンを自分に向けてしまって以来、みんな少し神経質になっている。我々整備の人間は彼がおかしくなりつつあったのを知っていた。自販機がクレジットを拒否した時に彼は急に悪態をつき始めた。自販機が破壊されたのには笑いすら出たが、反応できないうちにオフィスビル分の電力が出せるくらいのプラズマを自分の体に叩き込んでしまっていた。後始末では頭なんて蒸発してしまっていて。蒸発してしまっていて。続きの音声がない。じゃあさっきの部屋のとこは何番、何番だよこれ。
さっき誰か141って言ってたけど。ゲーム実況中、癒されたい方は遊びに来てね。ありがとうございます。エルスワーシュさん、何番かわからないんだけど、どうしよう。なんで3桁だよ。なんで殺されたらゾンビになる。いや、なんかね、汚染が始まったらしくて、なんかそれに汚染された兵士たちはみんなゾンビになっちゃうみたい。ちょっと弾薬コードわからないんだけど、自販機自販機言ってたけど、あ、0909って書いてある。自販機って何、どこ？自販機なんてあった？ヒントが自販機なのかな。836って書いてあるし、8、いや、ないね。家みたいなのね。自販機って言ってるから、どこ？自販機なんてあった？今までないよね。自販機？ないよ。そうなんだ。自販機どこ？自販機なんてないけど。いや、自販機見たことはあるけど。あ、そうなんだ。ヒントどっかにありそうだけど。ヒント。ないね。いや、わからない。0909、0090、4桁じゃないもんね。3桁でしょ。少し先にあるのかな。じゃあ先行くか。わからないから。これか。いや、でもなんか戻ってこれなそうだよ。疲れた。長いね、労働。142246、なんで？何の番号？保管庫123はダメだった。だってセーブまでして。お。
酸素が。わわわわ。ああ、やばいやばいやばい。酸素がなくなる。え、酸素なくなる。エアロック切り替えって書いてあるけど。わわわわ、なんだこいつ。走って逃げる、走って逃げる。おーい、酸素がないのだが。こっちか。よし、オッケー。どっかだよ。前か。オッケー、倒したか。よいしょ、はい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 。はい、一刻も早く通信施設に行くんだ。メッセージを簡単に伝えるんだぞ。ギリギリだったね。おお、びっくりした。まだいる、まだいる。わわわわわ。こんなのまで出てくるんだよ。ふざけるな。痛い痛い痛い。ちょ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 。お、まだいるな。なんでここから出てくるぜ。うわ、もう一人いる。うわ、ふざけるな。逃げ場のないところで。強い武器を使ってない私も悪いんだけどね。あの、このミニガンみたいなやつ使えばいいんだけどね。よし。酸素ボンベみたいなのあるんだ。あ、まあまあ。行けそう。何もないか。なんか行けそうだけど行けないね。あ、割と賢いね。でもフィアーがもうすっごい賢かったよ、敵 AI が。元になったゲームらしいよ。デッドスペースの元になったゲームらしいよ。死んでる。あ、なんかいる。ドーンって音がする。砂ぶって。ちょっと待って、なんか怖いのが。あ、なんか目の前が見てる、見てる。わわわわわ、びっくりした。倒した。絶対いると思った。ポーズさんいないじゃん。
行くと思ってたけどびっくりした。これ行けそう。あ。ありそう。ちょっとさっきのとこ行ってみて。どんどん殴ってたとこ。ねえ、若い子いてもか。ほら、うわわわ、なになになに。うわ、すごかった。今なんかニョキって出てきた。切って出てきたね。あれボスかな。楽しいぞ。うわー、またか、またお前ら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 か。ちょ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 、あれ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 、酸素がなくなってきた。酸素がなくなってきた。酸素がなくなってきた。酸素がない。酸素ないよ。助けて。酸素ないんだけど。酸素がないのだが。はまっている。ちょ。雲の巣にはまった。雲の巣に。ええ、ちょっと待って。これ落ちちゃう系落ちちゃう系。びっくりした。チャーチ3個目さんいらっしゃい。わわ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 
はいはい、絶対いるかも、絶対いるかも、絶対いるかも。
つもの銃。ブブブ。いるから。ああ自分に当たったんだけど、なんだな。よし倒した倒した。もう一人いそう。面白いね。よし、この地面にしとくか。OK、OK。ああ、なんか声がしてる。どっから来る？どっから来る？おおおおおお。どこ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 ？どっからどこどこどこ？どこだよ。あ、上にいるとか。しやっと死んだ。まだ声が聞こえるんだけど。あ、やエリアいっぱい出てくるよ。もくもくアリスさんいらっしゃる。上も、うん、ガオーって聞こえるんだけど、いないよね。そう、全然強そうじゃない音だよね、こっち。ああああああ、リエうん、アーマー持ちなんですけど。わわわわ、なんだこいつ。クリーン、でっかいの出てきた。ここはショットガンの方が良かったっぽいね。HP が減った。なんだ。はいはいはい、あ、またあいつかよ。うわー、めっちゃいる。なにこいつ。全然効かないんだけど。ショットガンの方が効きそうだった。
あそこに書いてもらう。出てくるよ。あ、怖い怖い怖い。潜る潜る。潜って逃げる。出てくるぞ。ほい、来てみろ、近くまで。これは、これを投げる。お、自分に来た。アリスさん、ありがとう。ゴーゴツー、ありがとう。ここも開かない。え、どっから開けるんだ。あっちか。どうも、まこついらっしゃい。217コミさん。うん。音声ログあった。わわわわわわ。私ショットガンでした。最初。おお、なんだあいつ。おお、なんかチェーンソー持ってる。びっくりびっくり。チェーンソーチェーンソーチェーンソー。おらら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 。あチェーンソーとか。距離では最強武器っぽいね。音声ログ、ジェイムズ・ホリデー。現場責任者、ジェイムズ・ホリデーの音声ログ。2145年9月24日、最近のサイト3からの移送問題を受けて、委員会は2つの公式調査を要請した。
一つ目は重量制限を検討し、サイト3の異物により適切な防護を施す方法の提案を行う。くそ、どうなってんだ。使い物にならん。あとにするか。あとにするか。さっき行けてなかったとこがあったから、ちょっとそっちまで行ってみていいかな。どこだったかな。この上は行ったんだっけ。行ったかな。じゃなくて、あれもう行けなくなってるんだっけ。行けなくなってる。あ、行けなくなってる。進むしかない。絶対いる、絶対いる。わ、嫌な予感、嫌な予感。ちょっとセーブしよう、セーブ。あ、どうもいらっしゃい。あ、喉痛い。寝てないよ。お風呂入ってた。あ、いる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 。これはチェーンソーがいるね。デブちゃんとかに対してはチェーンソーが有効。でもこいつらに対してはチェーンソーは近づけばいいけど、なかなか近づけないもんね、この敵とかには。ああ、これゲームだ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 。おー、ダメダメダメ。うん、倒した。うまい。あぶな。エレベーター停止中。電力不足だって。どうもいい。
しょ。怖くないよ、優しいよ。絶対出てくる、でっかいの。ほらほらほら、絶対来ると思った、絶対来ると思った。オッケー、倒した。絶対来ると思った。あいつじゃないと思ってたけど。いる系の声だよね。まあなんかいる系の声がする。これセーブして、セーブがサクサクじゃないのがちょっと欠点ぐらいだよ。それぐらいで、あとはめっちゃ楽しい。いける？あ、奥まで一応いけるんだ。ちょっと長すぎる気はするよね。これ周りはぐるぐる歩けるんだ、一応。わわわわわわ、ずるいよ、いきなり出てくるとか。わわ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 、オッケーオッケーオッケー。すぐ玉切れ起こしそうだ。触ったら死ぬ系だよね。下にアイテムがあるからそれだけ取って。ヤゴさんいらっしゃい。お？上層の制御室に行き、補修管理区間の扉を開く。業務用リフトを使って。おぉ、アクセスロック。あいつこっちかな。アクセス拒否、じゃああっちかな。はい、どっから来る？あ、わー、オッ
けー、倒した。2発で倒せるんだ、手榴弾だと。わー、なにこれ、人肉。怖いね、あの突進型のやつって逃げ場がないとどうしようもないよね。ワコゲインさんいらっしゃい。怖いよ、面白い、超楽しい。人肉だ、これも。人の腕、人の体、イエーイイエーイ。人の腕もある。死ぬ食べ物の串じゃない。三村さんいらっしゃい。ピーって聞こえた。はいはいはい、絶対いると思った。うわ、何あれ。え、見て見て、でっかい。え、何これ、カブトガニみたい。うキモーい。土整備しよう。抜け殻かな。これボス戦で戦う敵とかかな。あーあー、抜けられない。抜け倒した。やばい、抜け殻なのか。え、なんかサナギっぽい。サナギっぽいよ、生きてる。サナギっぽい。そんな感じっぽいね。あ、ログあった、ログ。ロンリッチ。ロンリッジ刑務官の音声ログ、2145年10月16日。最近起こった輸送トンネルの事故により、補給および保守管理の両部門に大きな影響が出ている。事故が発生するたびに時程が厳しい場合の多い移送におよそ1時間から3時間の遅れが出てしまう。どうやらいくつかのジャンクションにおける安全管理を見直して、全職員に交通安全意識を再教育する必要がありそうだ。過去6ヶ月間でエンプロから通信センターへのルートで事故の発生数が最も劇的に増加している。この一連のトンネルや道路沿いの大交差点は安全標識や照明の調整が必要だ。
ピーク時の娯楽用車両通行禁止は不可欠に思える。また貨物輸送を円滑にするため、全職員に可能な限りモノレールを利用するよう徹底させる必要がある。へえ、私今度生主デビューするんで名前つけてもらえますか。こんにちは。それは男性ですか女性ですか。これビリビリしてる。明日にいろいろある。男の子。どうしよう、そういうの苦手だな。何がいいの。ハゲと名付けると思って、いやいやいや、本当にそういう名前でやるってなったらかわいそうだから。オンスモ、オンスモ271コミサイルさん。株とかに、あ、敵いる。どこにいる。いなくない。どこにいた。ヒロシでいいんじゃない。ヒロシ、あのローマ字で、ローマ字でヒロシでいいんだ。何系の配信の人ですか。何系の配信の人ですか。あ、ジェイソンでいいんじゃない。ジェイソン、ジェイソンはジェイソン、ジェイソンステイサムから、ハゲの、ハゲのジェイソンステイサムから取ってジェイソンでいいんじゃない。いっぱいいそう、ジェイソンって。ジェイソンっていう名前にしたらいっぱいいそうだよね。業務用リフトステーション到着。でもいっぱいいそうじゃない。わあ、来た、業務用リフト。別に乗らないでも行けそうだよね。でもなんかジェイソンってなんかかっこいいね。あれ、セーブしたか忘れちゃった。それ、重曹ね。あ、NK さんいらっしゃい。いけないか。フンチね。重曹と書いて重曹にしよう。このまま徒歩で行けそうなんだけど、うわ、気持ち悪い。あ、行くわよ。
痛い。わじゃわじゃ。え？コメ名ずっと同じ。うん、ずっと同じ。何も変えてないよ。一時期、そのトッシーっていう人がすっごい多かって、一時期名前を変えようと思って、10分ぐらいだけ、シオンっていう名前に変えたことがあったんだけど、え、何それって言われて、トシーはトシーなのかな、トシーにしてよって言われて、はーいって言って戻りました。あー、ふざけんな。ふざけんな。え、なんとなく、え、覚えてない、ひらがなだったような気がする。いや、もじった、自分の名前をもじっただけなんだけど、自分の名前をもじっただけ。次が何にも理由がない。あわわ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 、いつかな。あ、死んだ。まあ、いきなり出てくるのもどうしようもない。おしん、おしん。おしんってな、あれじゃん、なんか悲しい物語でさ。コミュ名、コミュ名は何回か変えたかもしれない。なんか最初、コミュニティの名前は、なんか最初覚えてない、覚えてない。いや、何回も変えてないかな。一回だけその名前を変えたタイミングで、その変えたと思う。一緒に。一緒に変えて、それ以降はずーっと一緒だと思う。だから一回だけ変えたような気がする。覚えてない。本当に初期の頃だから、もう全く覚えてない。で、ここが開くんだよね。あれ？次が開く。上昇とかできるんだ。へえ、すごい面白い。あ、あ、なんか道がある。あ、これは分からなくなりそう。あ、やばい。わわわわ。OK、倒した。マップ広いよ、これ。こんなに広いと思わなかった。からずっと名前も初期からずっとトシだと思う。覚えてないけど、
多分ずっと変えてないと思うよ。ワゴン。これいるいる。いた。最初は音符ついてない。いや、ずっとついてる。ずっとついてる。初期の頃から音符ついてるよ。だからトッシーっていう人がいっぱいいて、で、もともと、もう最初から音符をつけてたから、他の人は音符がついてる人とかいないから、まあ、いっかと思ってたんだけど、なんか改めて調べ直してみたら、そのトッシー、トシとか、トッシー、トッシー何も書いてない人とか、トッシーさんとか、なんかすごいいっぱいいて、なんか、多いなぁ。じゃあ自分は変えちゃおうかなぁって思って変えようかっていうことにしたんだ。使用可能。出口ってあれかな？あそこが出口だね。でも結局元に戻したからずっとトッシーで何も変わらず一番さんいらっしゃい。リフトどこに行っちゃったんだろう。リフトどこに行っちゃったの。絶対いると思ったけど、こんなに近くにいると思わなかった。あれずるいね。よく倒したなと思うわ。交渉してて動かないって。ねえ、待機してるのずるいよね。これ開けられないから、やっぱりまだ行けてない場所があるんだよね。さっきのとこだろうね。これも下まで行ったことないし、下もう行ったことないもんね。まあいいや。あれ、これ呼び出せないんだっけ、ここまで。うわ、しまった。戻るしかないじゃん、これまた。こうやって戻るしかないな。あ、取れない。こうやって戻るしかない。両ミオリットステーション到着。あ、演出ありがとう。いや、広いね、マップ。
でさっきこの先で死んだから死なないように気をつけていかないといけないからセーブして、寝よっか。でも寝る？もうちょっとやりたいような気もするけど、行った途端に諦めてくる。倒せてない、倒せてない、倒れねえ、倒れねえ、倒れねえ。わー、落ちたりしねえ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 、危ない危ない。え、あ、死んだ。自殺してしまった。あー、せっかくセーブしてたのに。ハルキデラックス JP さんいらっしゃい。ロードが長いのが悲しい。このゲームの悪い点はロードが長いだけ。あ、これ上に行けないのか。あ、そうだったかな。行った瞬間にロードを上に上げる。あ、あ、あ、もうやめろ、ボケ。ボケ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 。くーしょー。走ったらすぐ戻ったらいいのか。オッケーオッケー。進んだらもう一歩戻って攻撃しようか。くそー。なぜ。よし、オッケー。落ちてった。なぜ下を押したのにそっちに行ったのだ。一回戻って。アイテムなーい。進む。そっちに行っても何もないよね。上に何かあるわけでもない。じゃあ進む。ねえ、そっち何もないもんね。何もなかったよね。行けるけど、上に行ったら潰れちゃうし。よいしょ。あ、ここ初めて来た。あ、これ上にどうやって行くんだろう。あ、そのまま登ったらいけるのか。こうか。あれ？これなんか最初に来たような気がする。あ、来てないか。あ、あ、よし、倒した。
階に行ける。ここあ、あー来たところじゃん。やっぱりほら、あ、でも回復アイテムある、もらっておこう。これ登れるようになる。これそっち側行けるよね。これで登ってこれなくなる。これもしかして。大したアイテムじゃないからいいよ。よし、もうすぐゴールだ。怖い怖い、セーブしとこう。アリーナの番人さんいらっしゃい。寝るか。アリーナの番人さんが来たところで。下に降りるってできるのか。間違った間違った、気持ち悪いね。下下下、あ、これ以上していけないぞ。わ、なんかありそう。行ってみよう。初めて来た。いるいるいる、ゾンビさん。このゾンビさん、自分で死にに来た。わわわわわわわ、
解除。後ろが開いた。ああーなるほど、これで最初のとこに戻ってこれるようになったんだ。あーなるほどね、それだけ。あ、それだけなんだ。ショートカットね。じゃあ一回これ、うわーなんかいそう。これ戻れないよね、ジャンプじゃ届かないもんね。ここに、あ、届いた、オッケー、やった。あ、絶対届いた、はい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 。びっくりしたな、もう。何あいつ、え、何あいつ、何あいつ、何あいつ、絶対敵だよね。絶対敵だよね、あれ。敵じゃなさそう。いや、敵じゃなかった。何これ、え、何これ、何これ、何だこれ、何だこれ、何のモードだこれ、何だ、何だこれは、な、何だこれは、何のモードだこれは。意味が分からなかった。パンチしか使えなくなる、なんかそういうあれなのか。バーサーカーって書いてあった。なんか必要があったかどうかで聞かれてもわからないぐらい、なんか意味のないイベントだったような気がするね。あ、これでこのステージ終わりっぽいね。ほら。あ、怖い。
し、キリがいいから終わるか。いやーでもいきなり空気がないところで走るより、あ、ツーさんいらっしゃい。ここで一旦慣れてるところで走ってからにするか。わわわ、どこまで行ったの。うわわわわ、やだやだやだ。わわわわわわわ、どうしようもない、どうしようもない、どうしようもない。どこに向かえばいいのか。空気ないんだけど、空気ないんだけど、え、どうしたらいいのか。助けて、空気がないんですか。助けて、空気を助けてー。わー、助けてくださーい。あ、あった。早くー、死ぬえ、死んでないの。え、大丈夫だったってことなの。残り1とかだったけど。もう読み込み長すぎる。読み込みが長すぎる。あ、25になった。海兵、通信施設に到達したか。早く艦隊にメッセージを送れ。それからキャンベルとクワンには注意しろ。 UAC の重役どもは我々がどうなろうがお構いなしだ。さあ急げ。え、でもこれ回復アイテムないと死ぬよ。40になった。わっ、わわわわ、何やねこいつ。こいつがすごい意味がわからない。いるんだけど、あそこに。うわ、見つかった。あんなに遠いのに。当たらなそう。こっちから撃ちたい方だ。弱い武器でいいや。
え、これ、え、これ、これ違うの、これ。これ何の武器の弾？この武器だと思ってたの。回復薬あった。あ、警護さんいらっしゃい。もう絶対出てくる。またこいつ？こいつも結構厄介だよね。あ、これでこのステージ終わりっぽいね。え、どっち行けって言ってた？うん。あれ、保守管理と通信基地どっち行けって言ってた、さっきのおっちゃん。開かなくなっちゃった。え、どっち行けって言ってた？全然聞いてなかった。え、どうしよう。とりあえず整備して。グロゲーが一番楽しい。全3位いらっしゃい。いや、でももうこの枠で終わるね、眠い。霧もいいし。上にする。あ、上にしてみるか。あ。上しか行けないらしい。はい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 、あおーい、てめー、よし、オッケー。あ、え、なに、え、後ろにいたのか、てめー、こんな気づくわけなかろうが。よし、ブロゲートッシーさんですか。あ、くんちゃん、こっち行ける？あ、行けるんだ、こっち。 いないよね。怖い怖い怖い人いない。48の A6 の電力供給、絶対なんか出てくる。リフルト実行中。助けて、怖い。絶対ジュンって出てくる。後ろとかから。あ、いた。おっさんいた、おっさん。ってことは、ほら。はい、どっかー。当たらないか。わあ、跳ね返った。よし、よいしょ、よいしょ。オッケー、みんな死んだ。オッケー、オッケー。よし。ブブ
ブブブって聞こえたけど、あ、なんか電気ついた。わ、なんだこれは。わ、モノレール通信基地。時間通信システム、屋内。この通信法、設定変更、無効。こいつが、あ、あつけ、あつけ、あつけ。よし、倒した。よし、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 よし。まだいる。デブさんいらっしゃい。通信システムオーバーロード。通信系シャットダウン。うわ、ずるいよ。なんなの、いきなり出てくれとか。こんな、なんか扉の前に隠れてる人とかいないよ、普通。どんだけ隠れてるんだよ。もう盾持ってる人とか出てきた。待機勢とかおかしいよね。盾持ってる人とか出てきたよ。あんなのあり？まあ絶対ジューンってまた出てくるよ。開くのかな。開いた。これ絶対これ出てきそう。開かない。外側になんかあったよね。どうやって戻るのかはわからないけど。あ、音声で。大変。デルタのシステムコンピューターによると、現在外との通信は不能だ。スワンの仕業だな。別の方法でメッセージを送るしかない。衛星管制室に行き、手動で接続するんだ。基地の構造図によれば、技術部を抜けていくのが最短だ。失敗するなよ。何としてもメッセージを送れ。技術室を抜ける？めっちゃ広いんだけど。使い回しマップじゃないね。すごいね、ここまで。あー、やだ。変な出方するな。おぉ、また大盾やろ。あいつは足を崩す？わぁ、ずるいよ。足を崩すしかない。これ、ここ、こっち側になんかアイテムあったんだって。この中に、ほら。
違う、あ、回復アイテムある。あれこの戻るとき出て戻るな、こうか。待機してるの、こんなとこに。ふざけてる。わわわわ、ずるいよ、もういきなり出てくるなってマジで。ふざけんな。湧いちゃったんだけど。KY さんいらっしゃい。待機しすぎなんだって。ちょっと音声ログが手に入ったから。シェイマス・ブレイクリー騎士の音声ログ、2145年10月16日遠隔モジュール交換手順が比較的新しい方式のためか、保守管理騎士たちが慣れるのに時間がかかっています。ですが長期的には格段に安全で早く簡単な方法です。騎士が連絡を受けると問題のモジュールを特定して中央通信ブロックにある遠隔端末から交換指示を出すだけで済みます。これにより交換作業が開始されるとともに修理報告が作成され、修理部門にモジュールの到着を通知します。通常の機材で現場の簡単な修理が可能です。最近起こっている電力変動の原因が特定されて、この新しいシステムを使う機会が減ってくれるといいのですが、自動復帰システムによりそれ以外の大抵の事態は自動管理が可能なのです。ないね、あれ？どこの部屋だったんだろう。403コミさんいらっしゃい。プレステ3だよ。ステ3だよ。
あ、ケイジンさんいないじゃん。いるじゃん。うわそこにもデブ。あれどこ行くの。絶対いる。新作とか出るんかな。あ、そうか、ドゥーム4って今度出るんだっけ。今度出るんだよね。まだ出る。ああ、出てきた。え、まだ出るの。してるんだよ。ふざけんな。
ふざけんな。びっくりするな。あそこに回復アイテム見えるけど、あれ絶対取りに行ったらうわーって出てくるパターンだよ。待機勢多すぎだよね。424個目最大じゃん。5月13日に発売。そうなんだ。リアルに待機してたら消されます。推しのダイナマイトパンチで。はい、絶対来ると思った。はい、はい、絶対来ると思いました。下になんかありそうだよね。見てみよう。あ、なんかいろいろあるぞ。これちゃんかどうも。あと他になんかアイテムある。なさそうだね。よし、じゃあ行こうか。あ、絶対来ると思った。上か。よいしょ。 OK、 倒した。どうやって行くんだろう。どこから上登れないのかな。行けなそうだね。まあいいや。下落ちたら死ぬ系だよ。気をつけないと死ぬ系。なんか声が聞こえる。わわわ、あそこにいる。逃げてった、逃げてった。一人いる。どこ？あ、違う。
何もう何なの。あ、ここ絶対待機勢いる。なんで死体が飛んでくるわけ。ふざけんな。放送はここまでです。またよかったら遊びに来てください。お相手は、としシーさんでした。バイバーイ。今時計見て、444って書いてあるよ。バイバーイ。